始まってるよ。Hi there. Hi there. Let's play English. Let's play in English. By Mamiko World. By Mamiko World. はい。マミコ先生です。はい。アキ PJ。アキ PJ です。アキ PJ。はい。映ってるね。What are you doing? 見えてる？見えてるの？ Can you see us? 何って？私たち見えてますか？見えてますか？赤丸ついてる？赤丸ついてるね。Okay, okay, okay. やってます。さあ、ヘッドホンつけてませんでした。Oh, what are you doing? わかんないのかな？つけてはることみんなね。What are you doing? こんなつけてます、ね。何してるんですか？いや、つけてなくても一緒じゃん。だから自分でモニターとして確認してるからね。Okay. ここと音と映像、right. 映像と音声をね。Now, AkiPJ is checking the monitor. そうそうそう。さあ、ということで、今日はですね、マミクさん。さっきね、はい、今日ですね、今日は何？今日は第4水曜日ですわ。ああ、そうですね。第4水曜日なんですよ。Wednesday、3月の第4水曜日なんですよ。March。ね。March 4th Wednesday。だから、生放送今はしてませんが、うん、今のこのナウな状態で言いますと、さっきね、はい、震災橋じゃなくて難波駅か、うんうん、地下歩いてたら、うんうんうん、お相撲さんおったよ。お相撲さん、おー ねそうなの、そうなの、ちょっと、はい、見かけました ね大阪場所はこの前日曜日で終わって、今日は水曜日なんですけどね。水曜日ってサーンってせいでもいいね。月から水曜日なんですけど、終わりましたね、スモートーナメント。大相撲は終わったんですが、マミちゃんもう情報が入ってるのか入ってないか知らないんでお知らせしておきますと、はい、今日ですね、芦屋出身の兵庫県芦屋市出身、はい、ここは大阪、アメリカ村の近所でやってますが、芦屋市出身の大関元貴乃花部屋、今、うん、千賀の浦部屋の貴景勝さんが、うん、はい、今日大関に昇進決まりまして、ほんでその伝達式がね、どこであったか言いますとですね、はい、貴景勝スモーレストラー大関ね、大関、そう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 、Actually, だから横綱をグランドチャンピオンっていうのかな、芦屋スモーレストラーね、いわゆるね、何何、だから横綱の次の番付大関ね。ああ、で、second level. First だから関脇貴景勝が今日から正式に大関としてまあ認められたんですけど、うん、それの伝達式いうのがあるんですよ。伝達式、あなたを大関に推挙しましたいうのがね。で、一応これあのモニター上は見えてませんが、マミちゃんに見せますと、これが伝達式の模様なんですよ。大いちょうを言ってね、親方と一緒に挨拶するんですが、この大阪市内で、はい、まあ、臨時理事会開いて、その後大関昇進のことを貴乃花、うん、あ、ごめんなさい、貴景勝さんにお伝えするこの会場がですね、はい、今回は部屋じゃなくて、うん、マミちゃんのよく知ってる某ホテルニューオータニだったんです。某じゃないね。よくご存知のね、大阪城ホールの近所、読売テレビの近所のね、ニューオータニであったんです。わお、はい、That's a ceremony was held in New Otani。だから読売テレビから大阪、ニューオータニ近いんでね。Near the Osaka Castle。宮根さんはチャリで行ってる体やったわ。Oh. インタビューにね。へー。でその後横の、その時は大阪市内の某ホテルとしてたんですけど、うん、今度グッディの横野玲子さん、スポーレポーターさんが、うん、ニューオータニってペロってやったんで、あ、もう確実にニューオータニやなとね。今日はニューオータニで大関、伝達式がありまして、はい。はい。で、そこでね、述べられた口上なんですけど、うん、武士道精神を重んじ。武士道精神を重んじ。はい。まあ、もっと前から言います。大関の何恥じぬよ、武士道精神を重んじ、うん、感謝の気持ちを、うん、と思いやりを忘れず相撲道に精進してまいりますって言われたんですけど、これを英語で言えるのか、もしくは武士道精神言うたらサムライスピリッツ、サムライスピリッツ、ほんだら感謝の気持ちと思いやりってどうなの、グラティテュード and 思いやり、思いやりなんでしょうね、カーリング、もしマミちゃんがね、グラティテュード and カーリング、口上述べるとしてね、通訳してあげようとしたら時にね、そうですね、 with samurai spirit and I always feel gratitude and caring、うん、で相撲道に精進してまいります、oh, ね、and I will...本日はありがとうございますとか言ってやるんですよ。Oh, I work for a small, as small wrestler.
工場っていう言葉。工場。口に上と書いて工場。口に上。だからそれはセリフってこと。ねえ。それを逆に英語で言うたら、なんて説明するんだろうとかね。ああ、プロット？ほ？わかんない。セリフ、プロットとか。プロット。かな。あの、僕は見えてますけど、リスナーというか、PLOT、プロット。うん、っていうのモニターで見せてあげますか。あの、動画も配信してますからね。セリフ、はい、セリフかな。セリフ、工場。とか、普通のステージとかのセリフだったら、まあ、うん、ラインって言うんですけど、ライン。その、まあ、ライン？ライン。ラインってあの、ラインのラインと一緒ですよね。そうです、そうです。LYN ってこと。今日ペン、でも、ライン、ライン。自分のラインっていうかここのいっぱいいろんなセリフがあって、うん、マイライン自分の役割分そうそうそうマイのあだからラインっていうあラインってあながち合ってる名前やってるね名称ラインラインとは言うもんのなので多分きっとプロットの方がいいのかなと僕はラインやから線かなんかやと思ってますそうです線です自分のだからいろんなねセリフがあるところで、うんうんここは私の担当線、うん、ここは私の担当線みたいな感じなのでそこのラインですね私のラインは my line、うん、ここのセリフまあ絶対お互いがあるのでただでもこの場合は、うん、まあご本人だけなので、うん、多分工場プロットかな何だろう何て言うんだろうね工場、うん、ねある意味独特の言葉でしょ、うん、口に上と書いて工場を述べたって ね、 ねなんだろう自分の my words とか言うんですかね、ね my words、うんうんうん。ちなみに月給は250万円に大関になったらなるらしいんですけど、月給ね、180万ぐらいやったのが250万円に上がるらしいんですけど、月給250万って、まあ、英語で言ってもらってますね。うん、何って？250万円。うん、月給250万円で。monthly payment。マンスリーペイメントっていうの、うんうん、で250万円これいつも分かんなくなるんですね250万円になるけどね250万円これだってる1-10-100-1000-10-100万1-10-100-1000-10-100万そうですねそれを英語で言うと2,500,000円か2,500,000円なるほどそうです。そうです。エトラジでお聞きの方にも伝わってるんだろうか。うん、まあね、日本語が分かる方はね、なぜ、大関になったら250万円、横綱は300万らしいですわ。300万円、ね。円です。円です。はい横綱サロで3ミリオン円。あと、待遇といたしましては、うん、年3回の東京場所は、自家用車で両国機関、国技館の地下駐車場まで入れる。ね、あと移動時も飛行機はファーストクラス新幹線はグリーン車を利用できる大関だとねこういうのどう伝えてるファーストクラスはそのままかアドバンテージとかですかね特典待遇待遇なんでしょうねそういうのかな、うんまあ、一応旬なこともね入れながら今日ねあんまりないんですわなんだそれは小ネタがねそうするともうこのまま相撲話いっとこう思ってたら、うん、僕はねマミさんに言う前にね、うん、お相撲さんの話、今日はもう、なんせ3月27日水曜日は、はい、貴景勝さんが大関に昇進が今日決まった日なんです。めでたい日なんです。はい、おめでとうみたいな日なんですよね。めでたい日なんです。昇進っていうか、まあ、ビケームなのか。まあ、普通、昇進はプロモーティーってだけど、うんまあ、上がっていくっていう意味でね。はいはいはい、はい。まあ、なったというのか。今日、満場一致で承認されて、死者が、ニオタニという場所で、今日は、お会いして、うん、伝えて、うん、で感謝の弁を述べて武士道精神で何、だった何だったっけ、武士道精神を重んじ感謝の気持ち思いやりを忘れず相撲に精進してまいりますって決意を述べるっていうシーンなのね、まあ、僕の大好きな朝青龍もね大関になりましたけどね、はい、当時はね 今の高砂親方法令で
あとね、うん、じゃあ時代を遡ると、今日は大相撲を張る場所、はい、要するに大阪場所で、うん、小結び、若花田が初優勝したのが、もう、はるか昔、1993年3月27日、多分日曜日のことでした。若花田が、何ですか？若花田、後の横綱若の花お兄ちゃんが、初優勝。しかも小結びで。だから、大関の下に関脇があって、その下に小結びなんですよ。And get a victory for the first time. まあ、三役って言うんですけどね、小結び関脇ね。そうそうそう。はい、なんか、ランクがあるんですね、ランク。うん、横綱、大関、そうそう、番付の順番でね、関脇とか、はい、で小結びで前頭筆頭を1枚目から、まあ、16枚目か15枚目ぐらいまであるんですね、はい、でその次は十両の1枚目が東西にあって、うん、で幕下ってね、うん、3段目序二段序のくじってあるんですよ、はい、で前相撲で初めて取る相撲もあるんですけどね、はい、大体この春場所の前に、うん、あの学校の卒業に合わせてるんで、うん、春場所で一番新弟子王子って大体言われてるんですけどね、はい、でまだこういう今日は伝達式があったんで、はい、各部屋まだ大阪残ってんのかな、片付けしてね、巡業に行くのか東京に戻るのか分かりませんが、でちらほら僕は昨日京橋でも見ました。でね、かわいいちっちゃいね、3、4歳の女の子がね、手振ったらね、うん、お相撲さん、ちゃんと手振り返しはった。もうパンダみたいに見えるんかな、お相撲さんね。で、瓶付け油がふわーっとこう香ってね。あれって何？オイルです。オイルやと思います。はい。独特のね、瓶付け油。瓶付けっていうんですね。はい。で、あれで言って、大いちょうも全部しますからね。で、相撲文化だったら、日本独特のものやし、ある意味、ちょんまげ唯一残したのは。そうそう、サムライスタイルだもんね、はい、ちょんまげという、うん、引退する前になんで引退相撲でちょんまげ切る前時間が空いてるか言うたら、うん、一応ここを侍さんも剃ってたでしょ。うんうんうん。シェイブで置けるようにね。ですね。で、あれ、一応置けるように剃ってはんねんで。で、それが伸びてくるまで置いといて、期間を空けて、直近するって言ってます、言われてますけどね。はい。ほんまかどうか、まだあなたが調べて、って言われてます。はい。なので、ちょっと間があります、ね。はい。髪の毛伸びてくるまでね。で、あと、薄くなってね、ちょんまげ言えなくなっても引退する人もおるけどね。あれか、回し取れたら、それで反則で負けやからね。ポロリしたら負けないです。なんかペナルティーがあるんですか、はい、回しね、この、これが回しっていうんですけどね。はい、ちょんまげ掴んでも負けやからね。This is a penalty to grab the ちょんまげ。で、大相撲のことなら、うん、日本を代表するので、外国の方にも、うん、もしね、深読みというか説明してあげて、まみちゃんがきちっと解説できるんだったら、英訳できるんだったら、一つの、コネクション、ミズ、イングリッシュ、ミズ、イングリッシュコミュニケーション、はい、合ってますか？はい。やれ、こんな時にいきなり、ね、野号を間違えたら、終えない、こっちから。ミューズ、イングリッシュ、コミュニケーションですね。はい、出てきました、出てきました。で、ここは、コネクション、心斎橋校からお届け。そう、だから、本当に、ね、大阪場所がね、うん、あった、南波の。フリッツ大館、いわゆる、エディオンアリーナっていう、ね。今、エディオンアリーナっていうんですけど、はい、そこはまあまあ近いですから、ね。すぐそこなんですね。まだ。だから、まあ、お相撲さん見かけることももちろんあって。はい、本場所中はもう確実なんですけど、もう、だから、日曜日まで月火水曜日、今日3日経ってますけどね。はい、でもまだ今日もね。まだそこを見かけることができました。はい。そして、ホテルニューオータニに電話達しがありました。高橋慶翔さんに、キラリ開運、シャイニー、ホチューン、うん、なんですよ。そういうめでたい日でした、はい、うん。今日はそれ以上のネタがありません。若花田が優勝した以外、それがありません。特に言うなら、マライア・ケリーさんの誕生日。あら、そう。マライア・ケリーさんの誕生日。マライア・ケリー、you know. アメリカンシンガー。ハッピーブルースデー、マライア・ケリー。マライア・ケリーとアッキーさんが、ほぼ、ため、ピー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 が出ない。マライア・ケリー。もうびっくりした。まあまあ、すごい、ね。もうすごいフェイマスシンガー。マライア・キャリーがこう出てきた頃って、きっと若い頃に出てきてるんやんか。うん、で、こっちとしては大人になってから、どう言ったらいいかな。アイドルって15、6で出てくるやん。うん、その頃こっちが高校生やったら、同じアイドルでも、例えばおにゃんこクラブとかあったでしょ。うん、で、それを見てたら、年下と見たり、年上と見たりしても、自分はまだ働いてないから、うん、ちょっとなんか、まだって感じでね。うんちょっとギャップを感じてたら、うん、マライア・キャリーさんってすごく、うん、大人に思ってたけど実はっていうね、まあ、P やね、はい、P です、はい、それから DJ の小林克也さんお誕生日、はい、おめでとう、いっ
でも DJ 小林克也さん、この小林克也さんこそ洋楽を日本に普及させる一つ一役を買った人ですからね、マンコさん。そうです、そうです、すごいいい声をされてて、ね、ちょっと渋い声で、今でもなんかコマーシャルの声、何やったかな、コマーシャルやってはるよ、ね、声だけ、うわこの声聞いた小林克也さん、うん、小林克也さんのボイス、ちょっと前まではカトリ君のスマステーションって土曜日の夜にやってたニュース番組の DJ やってありましたし、ね、小林君、今日お誕生日なんですか。はい、おめでとう。ハッピーブルースデー。そんな感じ。オーケー。はい。じゃあもうちょっとやっておきましょう。今日ね、桜の日らしいんですけど。え？桜の日、なんでやねん言うたら、ちょっと調べたら出てくるんですけど、チェリーブラッサムステイ、はい、今日の記念日桜の日、なんで書いたら、日本桜の会が1992年に制定、3区27の語呂合わせ、3月27日は咲くのは3級で咲くと言ったら区産23区27でしょ、今日27日 で、 すごい難しい語呂合わせらしいです、ね、はい、うん、で70これなんて書いてる、72項の一つ、桜始めて開くが重なる時期であること、おでね、大阪開花した今日ですよね、今日、うんうんうん、ね、そうそう、でも今日、ね、予定は司会話にいたんですけど、うん、もうちょこっと来てましたか、ね、ということで、はい、まあ、大阪からお届けるかな、新鮮橋、コネクション新鮮橋、本当にまだ 10% ぐらいじゃないですか、はい、10% ブルーミングぐらいですね、今日桜開花の日に、大阪開花の日に、お届けしておりますよ、はい、収録しております、3月27日水曜日、ね、第4水曜日はミューズコネクション、ミューズイングリッシュコミュニケーションさん、コネクション心斎橋校さんから、はい、レッツプレイイングリッシュ by マミコワールドをお届けしております。さあ、そんな感じでお届けしております。まあ、脱線的に言うと、2006年平成18年3月27日に開業したのが、近鉄京阪奈線、生駒から学研都市、ごめんなさい、学研富ヶ丘間、京阪奈線は長田から富ヶ丘までを経由して近鉄で一番新しい路線、で長田生駒間は1986年昭和61年の10月1日東大阪線として開業しており、平成18年の3月27日に京阪奈線に改めて現在に至るんですが、大阪市地下鉄、いわゆる今の大阪メトロの中央線と総合直通運転してますから、もう難航のコスモスクエアから学研富ヶ丘まで一本で行けちゃうんですよ。そう、ね、メトロな、今メトロって呼んでますけれども、大阪メトロさんがね、そうですね、サブウェイとかアンダーグラウンドは地下鉄の意味なんですが、はい、メトロ、中央ライン actually in Osaka 関西エリア、中央ライン actually green line 緑のラインですね、緑です、緑です、それがちょっとコネクティブ京阪奈線と京阪奈学研富ヶ丘のところまで一気に行きます。学研富ヶ丘、富ヶ丘は奈良ですね、奈良ですね、なので京阪奈は京都大阪の阪と奈良のの奈で、はい、合わせて京阪奈っていう近鉄京阪奈線が、近鉄では今のところ一番新しい路線らしいです。はい、で、一気にダダダダと本町を経由してね、コスモスクエアと奈良まで今結ばれています。そうですね。で、アキペジェステーション。地下鉄ね、最近ね、もうメトロ、大阪メトロになったので、逆に外国の方も私たちが大阪メトロって多分言いやすいと思うんですよね。あ、そう、伝えやすくなった。そう。メトロって地下鉄って意味なの？地下鉄って意味ですね。まあ、ヨーロッパ、フランス語かな。フランス語で？そうですね。ヨーロッパではアンダーグラウンドですけど、アメリカとかだったら地下鉄のことをサブウェイって言うんですけど、ちょっと意味合いが、そう。ちょっとずつ違うので、まあ、メトロっていう方が分かりやすい、伝わるのね。だ、大阪メトロの、あの駅、例えばじゃあ、どこにしよう、長田はつながってるから、森宮駅です。何がですか？大阪中央線、はい、大阪メトロ中央線の、森宮駅はこちらですってなんていうの？ This is a 森宮 station of 中央 line、大阪メトロ。それで伝わるね。はい、そうそうそう。まあ、森宮とかよく、まあ、そうね、大阪キャッスル行くには一番最寄りだったりとか、ね。森宮とか大阪城公園とかね。しますからね。地下鉄に大阪城公園になります。
ね。環状線か。環状線はループライン。環状、ループしている。ループしているんで、環状、ループラインって言うんですけど、それは JR。JR。それは JR。ジャパンレールウェイの JR。アメリカ村、朝日プラザ、西心斎橋からお届けですが。なので、まあ、ここだと、心斎橋、うん、もしくは、ナンバーステーション。ナンバーステーションが最寄り。御堂筋ライン。御堂筋ライン。そうですね。はい、なので、よく、駅は御堂筋ラインだったら、みんな、こう、M がついてるんですね。うん、その、多分、駅名が、すごい長くて、例えば、うん新世橋とか、新世橋とか、うん、西大橋とかも、うん、言いにくいですね。この間、そう、西大橋を聞かれるのに、西橋って聞かれて。うん、西大橋のことを、ああ、言いにくいかな。西橋。西橋。西橋どこやろうと思って、うん、日本橋にもなんか聞こえる感じで、あんまり外国の人が西大橋駅に行くことってあんまりないから、うん、まあ日本橋なら、うん、まあ電電タウンとか、エレクトリックシティタウンなので、そっちかなと思ったら、うん、西橋、違う、西大橋でした。うん、西大橋でした。だから、あれでしょそうなのでオレンジストリートかどこ行ってまあそうなんですかね家具屋さん、まあ、なのでそのなんだろう駅名が分からなくても全部、うん、そのラインの御堂筋だったら M1、2、3 M2、M3 っていうのがついてて中央ラインなら C C1、2、3 っていうふうについてます。頭文字の数字で駅名が表記しやすくなってるね。表記して分かりやすくなってる、ね。ね、M20 に行きたいとか、M25 っていうと、私たちは地下鉄の路線図見て、まあ教えてあげれるみたいな。あとまあ、それが簡単やね。谷町ラインだったら T15 とか。4丁目と6丁目と9丁目あるしね。そうね。まあ谷町は結構大阪で言うと、天神橋筋商店街っていうのがありまして、そこが一応まあ関西で一番長いショッピングアーケード、うんね、なので関西でいない今日本一じゃなくて関西でいないやどうだろうまあなぜ長いね長いので、うんうんうん、あの商店街行きたいね言われるわけですな商店街一番長い商店街というので有名なのでそれだと結構谷町ラインをよく聞かれたりとかねなので皆さん T なんとかとかって聞かれたらそのメトロステーション、うん、多分名前が皆さんこう発音しにくいので、はいはいはい、それで言われたらなんかその地下鉄の路線図のところを見て、うんうんうん、あの切符とかでね、うんうん、あの買うの迷ってはったら聞いてあげるといいかもしれないですね、うん、お相撲さんも出てきたし谷町も出てきたからさ、うん、お相撲さんの谷町といえば、うん、スポンサーやねんけど、はい、それは伝わんの？そのことをもし表現したかったらどうしたらいい、まあね、谷町って言うねんけど、まあ、あれは谷町は、お相撲さんにとってのスポンサーっていう名前のそうそう、由来やねんっていう 谷町 means like sponsor special sponsor means like っていうか means like どうそういう意味のような感じやねんっていうね、でなんで谷町ラインとなんか関係あるんですか。そうそうそう谷町に住んでた人がお相撲さんのスポンサーになったから、谷町って言われる。谷町の由来は谷町の人やから。私それ知らなかった。あ、そうなんや。谷町っていう言葉は、谷町いう言葉は知ってるでしょ日本語として。要するにスポンサーさん、ね。え、それ谷町ラインの谷町の人やん、ね。やって、もともと。もともとあそこが、谷町って結構、お相撲さんの大阪場所の宿舎にも多いね、お寺とか。スペシャルスポンサーも、like a special supporter? そうそうそう。used to live in 谷町 line, so that's why. だから、漢字向けかどうか分からへんけども、谷町お相撲さんのスポンサーになってる人が、谷町に住んではったから、谷町って。それはでも関西だから。関西、関西、関西。じゃあ東京やったらまた違う言い方して。あ、だからそれを谷町っていう言葉が関西で生まれて、うん、そのまま お相撲さんにとってのスポンサーのことはもう谷町っていうっていう隠語やねある意味ね。皆さん知ってますか？多分、ね、間違ったらごめんね。はい。You know that? 僕だから小学校の時の夏休みの自由研究でね、うん、朝潮太郎について書いたぐらい相撲は好きなんで、間違ってはいないと。要は相撲なんとか辞典とか読んでたからね、間違ってはいない。正確じゃないよ、うる覚えよ、今はね。うんうん、でも谷町の語源って大阪の谷町やからね。そうでしたか。はい、そうなんです。勉強になりましたね。なりましたね。でもそれをいやそういう意味やねって言うて、うん、日本
要するに外国の方が俺の種町になってくれよとか言ってくれたらウケるやん。あ、そうよね、面白いよね、意味が分かってスポンサーは、ね、でも種町っていうのはスポンサーって意味よっていうことを今、ね、means like スポンサー、スポンサーのような意味ですよ。あ、そう、それで伝わると思うんやんか。その時に初めて俺の種町になってくれよとか言うてくれた、あ、スポンサーになってね、うん、でそういうことで外国の方が日本に来てたら、まあ、受けるんちゃうかな、ね、support me とか、そう谷町って言えるかみたいな。でもそれは本当にあの大阪の谷町ですよ。はい、わ、面白い、勉強になりました、はい、私、はい、今日は貴景勝さんが大関に昇進決定した日、貴景勝、ね、そして若野花さんがね、若花田時代、小結び時代に初優勝した1993年3月27日のことでした。大阪は桜が開花したんですね。そうです、まあ、はい、そういうことで、ラストというか今日は2015年、4年前ですか、4 years ago, 2015、姫路城の平成の修理が終わり再公開されたって書いてありました。もうこれが、姫路キャストそれまでずっと覆われてたんでね、新幹線で見に行っても見えへんかったんですけど、今真っ白けになって世界遺産第一号の、そう、ね、ホワイトキャストルっていうのかな、白い城、白鷺城、白鷺、白鷺って何の鳥、それ鶴やな、これ詐欺ってなんて言うんだろう、あれなんだなんだ、鶴やな、あれ詐欺は、大丈夫ですよ、今日は出てこなくて大丈夫です、はい、まあ、男性、要するに、どう言ったらいいかな、お城とか、世界遺産とか、そうね、今工事だ、清水が今工事まだしてはんちゃいます、清水テンポー、ね、under construction、 だから今まだ工事で覆われてるね、で再公開改めて見れるのはいついつやねん、いつですかね、多分宇治平等今もう見えるようになったんかな、だからあの今ね、いろんなものが史跡が工事回収されたりしてるんで、そういう時はなんて言うんだろうかっていうね、まあ単純に今のだったら姫路城が、まあ、工事中、まあ、工事中で今はもうさ公開されてますよ、見えるよ、ね、now, now you can see open to the public now、 変な話、それこそさ回り道してねって何で工事してるから通り回り道してみたいな、ディトールって言うんですけど、ディトールとか、回り道と、どう言ったらいいかな、日常では楽しみにしてたことが、うん、思いがけず今日は、うん、雨天中止、野球見に行こうとしたらね、あるじゃないの、でもそういう時って意外と、うん、なんて言ってあげたらええやろうって分かれへんねんな、それこそまあまあ雨天中止でもいいねんけど、例えば今言ったら甲子園高校野球やってますけども、今のとこ天気いいじゃないですか、でも雨で中止になったらキャンセルねっていうので、うんうん、この試合は明日の朝に順延になりましたエクステンドトゥとか、expand to expand to っていう、ね、expand じゃ extend か、 extend で明日の朝9時にまた試合やるそうです。So、tomorrow morning tomorrow morning 9 a.m. 明日9時に戻ってきてね。ああそういうことかとかね。うん、だからいろんなものがそのどういったんかな、日常においてせっかくご招待ね、外国からお客さん招いて連れてっちゃうと思ったら、今日あのお好み焼きの店行こう思ったら今日定休日やわって、もう一回出直さなあかんわとかさなんていうのって、そんなそんな、え、なんて、え、定休日で貼ったんで看板が、これなんて読むって言ったら定休日クローズとか、そうかそうか、ほなクローズオン、なんとか今日は明日のランチにもう一回来ようか、そう、Why don't we come back here tomorrow? ランチ、ランチ、ランチは一緒、共通。ランチ、ランチ、ランチで、もう明日何行こうなとか、そんなことない。要するにトラブルであったり、まあ予定を見とけっていう話やけど、それでもうケースバイケースでこう臨機応変に対応する。Closed, so why don't we go to some other place? なんか他のことを、今を楽しもう。ここが閉まったらきっと今から面白い出会いがあったり。いいとこあるねーってね、we can show you. そっちに行こうぜ、 I can show you some other place、 まあ他のとこを、紹介するよとか、うんうん、もうちょっと歩こうかとか ね、 ね、 Let's、うん、そうそう、そんな感じでね、まあまあまあこんなことを言うてたら30分経ってしまいましたがね、まあもうちょっとなんかまみこさん的にもね、こう実践英会話ですから、あ、そうですね、お知らせもあったかもしれませんけど、ね、あららあったかもしれませんが、そうですね、4月10日、はい、今度ビブリオサロンがあります、皆さん、ビブリオサロンこのジャングルブック、あ、
ジャングルブックっていうのを本を読みながら皆さんの意見交換をしようっていうのが4月10日、はい、2時半から3時40分まであります、うん、4月10日の水曜日そうですね April 10th、はい、Wednesday、うん、そう2:30 to 3:40 そうです、はい、At Connection、はい、OK など So など、ね、that's the all the announcement いろいろございますですね、はいはい、OK Right. ということで、どうしましょう Okay, so... 今日はこれでお開きですか Alright, that's all for today. See you next time! そのままいい子にしててね。はい、スクショ撮ります。See you. あっち見ててね。はい、行きます。カシャン。